こんにちは、みずきです。今回は購入品の動画になります。といっても紹介するのは一つなので、まあどちらかというと雑談系の動画になるかなと思います。はい、ということで買ったものなんですけど、カメラを買いました。で、今使ってるこのカメラがですね、ルミックスの GF9 というものを使ってます。1年前とか1年半前くらいに買ったものなんですけど、ちょっとね動画撮影に使いづらいなと思って、もう1年くらい経ってしまいました。もちろんね全然普通に使えるんですけど、あのメイク動画ってだいたい1時間以上ねかかるんですよ、動画を撮るのに。で、このカメラがね1回に20分しか撮れないので、20分撮ってまた20分撮ってっていう感じでメイク動画をこうつなげてました。まずそこがね使いづらいなと思ったポイントの一つです。で、次のちょっと使いづらかったポイントは、ピントをね合わせる時の音、なんかジーっていう音がねすごく気になってました。このカメラをね使いたての動画がすごくうるさかったというか、まあ、そのねピントを合わせる音が入ってたと思うんですけど、今はねその雑音をなくすために自分でね指でピントを合わせて撮ってます。なのでそこがちょっとねめんどくさいなと思ったりとかで、あとはバッテリーの消費が早い気がします。フル充電して使っても結構すぐに1とかになったりするので、なんかこう焦って動画を撮る感じになっちゃうんですよね。なのでそこもうーんっていう感じだったし、で最後これがねちょっと一番のポイントだったんですけど、このカメラの本体がねすごく熱くなるんですよ。まあ、初めの20分、まあ、1回目は全然普通に撮れるんですけど、2回目3回目撮ると、あの三角の注意マークがね出てくるんですよね。その高温注意のマークが出てくると1分以内にこのカメラが強制終了するので、そこから一時カメラが冷めるまでちょっとね時間置いてたりとか、そこですごいタイムロスというか気分的にちょっと下がっちゃうことがあったので、今ねこうやって撮ってる分には全然問題ないんですけど、やっぱり長めの動画をねそのまま1本で撮りたいなと思うので、もう新しいカメラを買おうと思って、ちょっとねいいカメラを買ってきました。はい、ということで買ったカメラがこちらです。じゃじゃーん、ルミックスの GH5 を買いました。とりあえずこのレンズ付きのものを買ったんですけど、はい、こちらです。すごいしっかりしてます。で、重さもね結構あるので、外で撮るのはちょっと使いづらそうなんですけど、まあ、画質もねすごくいいらしく、いろんなシーンで使えるみたいなので、ちょっとこれをねこれからは使っていこうかなと思います。こんな感じで、もう本格的なカメラっていう感じですよね。で、このカメラがね、モニターがこうパカッと上に開くタイプだったんですけど、これはこう横に開くタイプのカメラになってます。だからちょっと目線とかもね、変わってくるかなと思うんですけど、この今使ってるカメラの前はビデオカメラを使ってました。あの普通にホームビデオで使うこういうタイプのハンディカメラを使ってたんですけど、やっぱり画質とかがちょっとあまり良くなかったので、このね今撮ってるカメラに変えました。だからね普通に画質だったり明るさとかはね全然いいんですよ。ただ撮影できる時間が短いということで、今後ねちょっと長めの動画、まあ、購入品だったりメイク動画を撮るときにはこのカメラをね使っていこうかなと思ってます。まだねこれ専用のマイクとかも買ってないし、設定もねちょっとまだ微妙なんですよね。色味の設定だったり明るさの設定とかも本当にいろいろあって難しいので、今ねこういろんな設定で試し撮りをしてるところです。あの本格的すぎて全然慣れないので、なのでこれを使った最初の動画はもしかしたら見にくいかもしれないんですけど、その時にねあのご意見いただければと思います。近々ねこれを使った動画出します。まあ、多分4月からはこれ使いたいなとは思ってます。なので4月からいろんなね動画、長めの動画とかも増えていくと思うので、楽しみにしていただければと思います。はい、という感じで今回はカメラの購入品の動画でした。ちなみに今まで買ったものの中で一番高額なものだと思います。今使ってるこのカメラも今後も使います。両方ね使っていくので、今までよりもいい動画をお届けできればなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。